俺も人妻と不倫してみてよ、三島へようこそ。すごいな、そのネーミングセンス。ほんまに人妻と不倫したいんやろな。メンバーシップ登録ありがとうございます。トナカイとムキムキの時代と高校生時代の写真2枚ちょっと今、探すからちょっと待ってな。前も出したと思うねんけどな。あった、可愛らしいわ、この時。顔むくみ散らかしてるわ。生い立ち紹介するからちょっと待ってね。じゃあまず、ちっちゃい頃ね。一番ちっちゃい頃。これ生い立ち紹介ね。いくよ。ちっちゃい頃これ。めっちゃ可愛いでしょ。ベビンディ。ベビンディの可愛さね、これ。お前、ソロほんまに積もるんか。っていう顔してるの、これ。ベビンディ。これベビンディね。もう次の写真はもうあれですよ。もう皆さん見たことのある。ここでこれが来るわけよ。これが本家ヘンディね。で、次があれか、高校時代になるのかな。これ高校時代、ほら。これ高校時代です。この頭見て、これ。膨れつらというかね、もう本当にもう。いや、でもこれね、まだ襟足短かったのよ。これでも。肩甲骨ぐらいまであったのよね、襟足。次が、これムキムキやね。もう一気にガラッと変わるからね、雰囲気が。これもう一気に変わってるもん、これ。ほら。ムキンディ、これ。これムキンディ。これムキンディです、これが。これベンチプレス80、90上げてた時のあれですね。1歳ぐらい、右上から1歳ぐらい。で、その下、多分3歳かな。で、その次、左、高校生、17歳ぐらいの時ですね。で、その次、21歳。で、からの、今はもう、こうなりましたよ、と。これ、コロナスタイルね。これが僕の生い立ちですね。ベビンディ、七五三ディ、イキンディ、ムキンディ、ヘンディ。ベビンディ、七五三ディ、イキンディ、ムキンディ、ヘンディ。もうほんまにアベンジャーズやね、これね。もうちなみにこの写真も全部ね、一回世に出したことのあるものなので、もう全然もう惜しみなく出しますけどね。これみんなこの5つのヘンディの中でどの D が好き？どの D が好き？